サッカーの第20回九州女子リーグ1部は19日、南風原町の小金森公園陸上競技場で第12戦を行い、ビクサーレ沖縄 FC ナビータが東海大福岡高校に 4-0 で完勝し、戦績を8勝2分2敗とした。ナビータは23日から26日にかけて、静岡県の時の巣スポーツセンターで開催される2017プレナスチャレンジリーグ入れ替え予選に出場する。九州リーグの第13戦は12月2日、熊本ルネサンスと熊本県の嘉島町総合運動公園多目的球技場でアウェー戦を行う。琉球新報電子版。